最初はお母様を亡くしたばかり私ども兄弟の家庭教師としてノーンベルクの修道院から紹介されていらっしゃったのでした。Oh.
とんでもない問題児だったとか聞いたことがございます。後年の優しいチャーミングな母からは何だか想像もつきませんけれどね。でも私ども兄弟の方も今思えば決して素直な生徒ではございませんでした。最初はひどく反発して、母その頃はマリア先生と呼んでおりましたが、彼女を困らせることばかりしていたような気がいたします。私なども、あの人はいつでも明るく朗らかに私
私ども家族